こんにちは、ミランです。今回はですね、Google マップの旅ということで、アメリカの、タイムズスクエアを行ってみたいと思います。Google マップでですね、その周辺とかどんな感じなのか、そして街並みなどですね、を一緒に、見たいと思います。まずは、タイムズスクエアは、スクエアのニューヨークで検索して、今いるのはですね、少し離れてるのかな？こっちの街をぐるーんって一瞬して、戻ってそこに行きたいと思います。で、街並みすごい大きい、ポスターですね。レバイスとか、あと S&M のポスターもここにありますね。S&M。そして、ここは公園前の広場ですね。コカ・コーラ。すごいですね。ここあっち側じゃなくて、こっち側。こっち側に行ってみたいと思います。さっき、ディズニーのポスターがあったところなんですけど、今ちょうどタイムズスクエアのところに交差点にいるみたいですね。周りをちょっと見てみよう。そして、ここはタイムズスクエアの交差点っぽいですね。これもうちょっと、このちょっと離れたということは、地に向かっていかないといけない。これかな、もしかしたら。あれ、離れてる、逆方向に行ってるか。そしたら戻って、ですね、タイムズスクエア、ちょっと離れたかな。これは、こっち。
タイムズスクエアの周辺にある店をちょっと見てみましょう。レーバンの、店とマックはここにもありますね。看板めちゃくちゃ大きいですね。そしてコカ・コーラ、レイバイス、ですね、ライオンキング、ライオンキング、そしてちょっと離れたところ、少しこっちの方に入ってみましょう。ジュニアーズバー。これちょっと、こっちは、こっちも車いっぱい、これなんだろう。ゴミステーションかな。そしてここには、カフェがありますね。これかわいい。すっごい色の家なんですけど、これは、ギフトエクスプレーション。ダニエラ・トラトリア。ゴミ少し落ちてますね。吸い殻とかもあるんだ、ここに。ストリートビューには吸い殻も見えるんだ。その次はこのでっかいビルは何なのか、ちょっと見てみましょう。ホテルとかかな。もしかしたら。前の方から。レンタルレジデンス。かわいいのがありますね。そしてこれは今どの辺かな。タイムズスクエアから結構離れたところにいますね。ロッキフェラーセンターがあります。ロッキフェラーセンターをちょっと行ってみましょう。ロッキフェラーセンター、ロッキフェラーセンターは、あれあれあれ、ロッキフェラー、ロッキフェラーセンターはどこでしょう。
ロックフェラーセンター。ロックフェラーセンターを、目指して。ロックフェラーセンター。こっちからかな。こっちからじゃない。逆方向だ。こっちから。もうちょっとこの辺から曲がってみよう。近づいてきてますね。ロッキーフェラーセンター。この辺？これはロッキフェラーセンターですね。すっごい大きい。すごいですね。ですね、ということで、今回はですね、ロッキフェラーセンター、そして、タイムズスクエア、などをちょっと Google マップでちょっと旅してみました。この Google マップ旅はですね、次の動画で別の国で別の街とかですね、歴史的に有名なところとかちょっと見て、一緒にですね、動画を撮っていければと思います。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。